はおぼろに東山の佐藤さんと市清さんの夏でも床どうですって言ったらもう床はいらんっていうの中でよ。何でちょっとお客さん行かれても決まってますからね。もう皆様おはようございます。ただいまより祇園子歌祭を開催いたします。京都の花街を広めるのに大きく貢献した祇園子歌を称えるため昭和36年11月23日にこちらの祇園子歌の歌碑が建立されました。祇園子歌祭はこれを記念して平成14年各界の有志が集まり祇園子歌の功績を改めて検証しようと当時の除幕式と同じ日に執り行われました。翌年平成15年からは毎年11月23日に公益財団法人京都伝統技芸振興財団大喜利財団と京都花街組合連合会の共催によりましてこの祇園子歌に感謝するとともに末永く歌い継がれていくことを願って開催しております。ではご出席の皆様をご紹介申し上げます。公益財団法人京都伝統技芸振興財団副理事長高橋英一でございます。祇園工房茶屋組合副取締坂田健二でございます。ポント町お茶屋営業組合取締楠木大輝でございます。上七軒お茶屋協同組合副組合長今井紀美子でございます。祇園東お茶屋組合取締り中西三郎でございます。そして祇園子歌は作詞家の永田幹彦さんが祇園のお茶屋吉歌で作詞したと言われております。その吉歌の女将高安美美子様にもお越しいただいております。月はおぼろに東山霞む夜ごとのかがり火に夢もいざよう紅桜忍ぶ思いを振袖に祇園小石屋だらりの帯を夏は河原の夕涼み白い襟足おんぼりに隠す涙の口紅も燃えて身を焼く大文字祇園小石屋だらりの帯よ。鴨の河原の水痩せてむせぶ
せ音に鐘の声、枯れた柳に秋風が泣くよ今宵のよもすがら、祇園小石やだらりの帯よ、雪はしとしと丸窓に積もる大瀬の差し向かい、おかげ冷たくさよふけてもやい枕に河内鳥、祇園小石やだらりの帯よ。ありがとうございました。とっても可愛らしい朗読でした。ありがとうございました。それではここで祇園小唄に感謝の気持ちを込めて可否に献花をしていただきます。報道関係者の方は、写真撮影がしやすい場所の方にご移動をお願いいたします。大丈夫でしょうか。スタンバイよろしいでしょうか。失礼します。続きまして、祇園公募茶屋組合坂田副取締りよろしくお願いいたします。続きまして、ポント町お茶屋営業組合楠木取締りよろしくお願いいたします。続きまして、上七軒お茶屋協同組合今井副組合長よろしくお願いいたします。続きまして、お茶屋よしうたのおかみ高安美美子様よろしくお願いいたします。それでは舞妓さんの里葉さんと一清さんのお二人から献花をお願いいたします。関係者のためにもう少しもう一回だけポーズお願いします。すいません。
ございました。これをもちまして祇園子歌祭を終了させていただきます。本日ありがとうございました。代表するということなので、ね、まあ、日常的にもよはい、乗って、ありがとうございました。